明けましておめでとうございます。ポッコリズのちょちょちょ長方形です。本日1月1日令和2年1月1日、今ですね、時間は朝の5時です。で、いつも通りですね、JR 松山駅に来てますが、今日はお正月四国堪能切符ということで、この切符ですね、2020年なので、2020円で、JR 四国の中乗り放題という切符、これは、バースデー切符とかと違って指定席とか、グリーンではなくてですね、もう自由席なんですけども、特急乗り放題の切符ありますので、これで四国をね堪能していきたいと思います。それではよろしくお願いします。どうぞ。車内は全車禁煙です。客室内および席、トイレでのタバコはおやめください。車内での携帯電話のご使用はあらかじめマナーモードなどに切り替えていただき、デッキでご使用ください。レインジェス、チャンネル長方形の動画ではね、よくこのね、8000系も乗りますけど、大体指定席、あとはね、バースデー切符の時はグリーン席に乗ります。ただね、私の感覚といたしましては、自由席のね、このシートの方が、なんか乗る感じがいい気がします。なんでですかね。すごくね、古い感じのシートなんですけど、こっちの方がなんか、座り心地がいい。年季が入ってるから、座り心地がいいのかもしれないですね。工場を出発しました。出発しましたが、実はですね、今回私の友達もですね、ちょっと誘っていて、岩張で合流することになってます。ただね、そのね、合流する人から全然ね、なんか連絡がないんですよ。やばいですね。なんかさっき電話したらですね、こちらは NTT ドコモです。おかけになった電話は電波の届かない。おい、マジかよ。LINE を見ても全然既読にならないですし、今がね、時間が5時20分、で、今治に到着するのが5時40分頃なので、あと20分しかないんですけど、大丈夫ですかね、本当。めっちゃ心配なんですけど、もうマジ、これ、一人旅なんですかね、今回。今、太陽石を通過したところです。ということはね、もうすぐ、今治が近いってことですね。あ、もうね。なんかね、間に合わないということで、とりあえず今治駅で降りました。
ということでね、石寿司4号は行ってしまいました。石寿司4号、潮風4号は行ってしまいました。まあね、こういうイレギュラーなこともあってもいいと思います。中ですね、間に合わないそうなんですね。お正月限定の切符、1日乗り放題なので、まあいろんなことが可能なわけなんですね。なので、まあ1回降りてまた乗ってっていうのもね、繰り返してみるのもまあいいかなと思います。まあね、せっかくなんでね、今治駅のね方を見ていきたいと思いますね。いや寒いな、しかし、あ、いいかい出るわ。おはようございます。おはよう。いやね、危なかったな。だからね、電話つながる時点でね、ちょっと今日は怪しいんじゃないかと思いましたよ。高松に来るって。あのね、予定としてはね、とりあえずね、俺の予定としては、松山、高松、徳島、高知、全域制覇っていう。おー、まあね。で、特にまあ高松でね、そんな別にする用事はなかったけどね、とりあえず駅に行って、コンコースを見ておくわけ。コンコースを見て、まあ、両遅れても値段は一緒だけど、値段2020円ですからね。両方いるの？いや、片、その、ちっちゃい方だけ。これから乗り込むのは要塞城行きの各駅停車です。JR 四国でおなじみの7000系の電車ですね。これに乗っていけば、はい、ボタンを押して開けます。はい、田舎のやつはそうですね。よいしょ。はぁ、疲れた。今からね、各駅停車に乗ると、6時40分に要塞城に着きます。で、6時44分発の特急モーニングエクスプレス高松に乗れば、高松で8時11分に到着。これでね、予定を全く変更することなく、工程を遂行できます。この時間のご案内です。特急列車の高松行き、神戸外満線1番乗り場6時44分の連絡です。外満線各駅停車高松行き、1番乗り場6時47分、中原に新居浜方面各駅停車高松行き、神奈川方面1番乗り場6時47分の連絡です。要塞城に到着しました。今から乗るのがこっちのね、モーニングエクスプレスもう来てますね。乗り換え時間4分なので、まあ余裕ですね。前寄りやけん、この辺か乗っとくか。よいしょ。で、前寄り、特急列車高松行きです。特急モーニングエクスプレス高松行きです。特急モーニングエクスプレス高松行きです。伊予西上出ますと、新居浜、伊予三島、川之江、観音寺の順に止まります。特急高松行きです。よいしょ。Ladies and gentlemen.